夢を持っていた。絵を描きながら海の近くで暮らしたい。夢を大人に語ったら真面目に生きなさいと言われた。あなたが絵で生きていけるとは思えない。彼の才能は眠ったままだった。でも諦めきれなかった。少年は周囲との関係を断ち描き続けた。来る日も来る日も高熱でうなされても描き続ける。それはない才能を芽生えさせるため、描き続けることしかできなかった。絵で生きてゆけないなら死ぬしかない。命を削って描き上げた作品をある人に送った。少年が最も尊敬する人へ手紙を添えて。少年のように純粋な心で描き続ける作品は世界の名だたるブランドからのオファーが絶えない。そして彼は今日も描き続ける。